2024年度に配備される F-35B 戦闘機の航空自衛隊の配備先が決定した。防衛省は、2023年8月31日に発表した令和6年度予算の概算要求において、同年度中に航空自衛隊ニュータバル基地へ、最初の飛行隊となる、臨時 F-35B 飛行隊、仮称を発足させる方針を明らかにした。そこで、今回は、配備に、ベストなニュータバル基地の位置について詳しく深掘りしていきます。加賀の監視四角に魔改造、伊豆、モノ第2弾魔改造計画が始まります。メガネ君の減税よりも、一括給付の方が経済効果大ありのような気がするのは私だけかな。防衛省は、2021年7月に作成した F-35 の航空自衛隊ニュータバル基地への配備についてというタイトルで記された資料の中で、ニュータバル基地に配備される F-35B は、将来的には防空任務に従事することになるが、当面は運用試験と機種転換訓練を実施する予定であるとしており、臨時 F-35B 飛行隊、仮称は、その任務にあたる飛行隊になるものと考えられる。この F-35 戦闘機をめぐっては、日本政府が2018年12月18日に航空自衛隊が運用している短座型の F-15J の165機と、複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないプレムシップ機の99機を後継機として F-35105機導入し、そのうち42機をストブル短距離離陸垂直着陸型の F-35B とすることを決定している。そういった経緯のもと2020年度から機体の調達などを開始して現在に至る。その導入される F-35B は航空自衛隊が運用するショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字から取られて呼称される初のストブル戦闘機であり、また必要に応じて海上自衛隊のいずも型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載されて運用されることもあり、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、ニュータバルへの F-35B 配備というのは、随分と前から決まっていたという話がある。ニュータバル基地に F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置するという構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、幾度となく、日本のメディアでも報じられていたが、2022年7月16日に岸信夫元防衛大臣が行った記者会見の中で、約20機からなる F-35B の1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針が示された。さらに、この記者会見から遡ること約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆史明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が、防衛省において岸元防衛大臣と面会し、F-35B の配備に関する意見交換をした後受け入れる意向を決定した。これらのことから、臨時 F-35B 飛行隊、仮称のニュータバル基地での進展は、2022年の早い段階で確実になっていたと言っていいでしょう。それ以前に、2018年の導入方針を決定した時点で、ある程度は決定していたのかもしれません。飛行隊の設置が、なぜ、ニュータバル基地なのかという誰しもが思う疑問があるが、航空自衛隊が、その所在地である新富町役場に対して、次のように説明をしている。現在、すでに自衛隊施設を整備中である、鹿児島県の馬毛島での訓練が円滑に行えること、海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに最適な位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。前にも述べたように、F-35B は短距離離陸、垂直着陸といったストブル能力を備えているが、この能力を運用する際には、機体後部の推進用ターボファンエンジンに加えて、リフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンを駆動させるため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35A よりも生じる騒音がものすごく大きくなるのだ。このため、防衛省は、新富町役場に対して、ニュータバル基地に配備される F-35B のストブル運用訓練を当地で実施する場合は、
緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うと説明した。実を言うと、航空自衛隊はこれまで艦艇における戦闘機を運用した経験がないに等しく、出雲片護衛艦で F-35B を運用するためにはこれから海上自衛隊との密接な連携が必要不可欠となっているのだ。そこで、出雲片護衛艦の2番艦である加賀は、2021年度に1番艦出雲に先駆けて、艦首の形状変更などの大規模な改修を行っており、これらのいわゆる軽空母化計画が、F-35B の艦上運用体制が確立するとともに、有事の際にも大きな役割を果たすと期待されている。出雲は、2021年10月に F-35B の発着艦試験を米軍共同で行っている。この訓練時に使用された F-35B は、米海兵隊岩国航空基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊の所属する機体であった。海上と航空の両自衛隊が、出雲型での F-35B の運用体制を確立させるためには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠なのだ。これは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いということも、ニュータバル基地が F-35B の配備先に選ばれた理由の一つであると言っても過言ではないだろう。それでは、有事を想定しても、一番の戦域となる那覇基地より新田原基地が選ばれた理由は何だったのでしょうか。中国侵略が最も予想される南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることも、F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されるこことなった理由の一つだと言われている。確かに、航空自衛隊の戦闘機が配備されている基地で、最も南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、この那覇基地は、有事の際に先制攻撃を受ける可能性が最も高いため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのではないでしょうか。たとえ、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇や航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用も、可能な柔軟性の高い F-35B を、南西諸島の島嶼部から、さほど遠くないニュータバル基地に配備しておくことは、中国に対する抑止力強化の面でも合理的な考え方だと言って間違いありません。ニュータバル基地では、着々と受け入れ準備が進んでおり、防衛省は、有事の際、基地への先制攻撃による航空反撃能力の消滅を避けるため、2021年度からは、航空自衛隊基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めているが、その整備もニュータバル基地から開始されている。また、防衛省は、前述した新富町役場に対する説明の中で、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫のほか、訓練場などの受け入れ施設の整備も予定していると述べていた。令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中には、これらの受け入れ施設を整備するための経費も計上されている。航空自衛隊向けの F-35B の初号機導入は、2024年の秋頃を予定しており、戦力化を完了するのは、かなり、先のこととなっているが、これまで述べてきたように、選ばれるべくして配備先に選ばれたと言っても、過言で花井ニュータバル基地の F-35B の受け入れ体制は、着々と構築されており、それは、馬毛島改造計画も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音が大きい理由として、通常は、出力を絞る着陸時も、最大出力でエンジンを噴火すことと、その間も、低空に一定時間止まらなければいけないからである。そこで、ニュータバル基地では、比較的騒音が少ない水平着陸を行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で実施するようにすれば、騒音被害は、F-35A と同程度に収まると考えていいのではないでしょうか。現在建築中である、離着陸訓練基地の馬毛島に近い、海自根拠地、通行ルートとして使われる豊後水道に近いという観点から、地政学的にも、
地元の理解が得やすいと考えるとニュータバルの一択しかないのだ。ただし、敵対勢力として航空基地攻撃能力は南西諸島の方だけ向いているわけにはいかないので、基地防空や有事の分散先まで並行して考えて策を打っておかないといけません。やがて、海自の艦載機航空隊の組織が必要になると思いませんか？今は、常駐を想定していないから、空自が F-35B を運用するけれども、本格的な空母建造及び運用が視野にあるのであれば、指揮系統の複雑化を避けるためにも、海自航空隊は必要だと思慮する。